皆さん、青鬼オンラインエイプリルフールイベント楽しめたでしょうか？もうね、終わっちゃったんですけれどもですね、僕はね、配信とかよくやっててですね、その中でいろいろなバグが見つかったんですよ。バグというか不具合というか、ちょっと面白い小ネタみたいなのがね、何個か、撮影することができたので、それの紹介をしていきたいと思います。まず第1シリーズ目の今回の動画はこちらです。マップの床工作マットだと思う。そう、工作マットだ、ナットだよね、多分ね。ん？みんないないよ。みんなどこにいんの？何の生存さんこれ。もしかして青鬼が生存さんだよ、みたいな。ねえ、ここなんで、いや、ここ、切り来んのここ。いつか切り来るこれ。何してんねん、おいおい。もう、勝てるわけないだろ。勝てないよ。いや、みんなびっくりしてると思う。いや、これ勝てねえだろ。切り来んのこれ。ちょっと見守る？切り来るこれ。楽勝だな。いや、君もう、チートだよ、もうこれ。おい、成功技、大成功技じゃねえか、これ。何してんねん。バカタレども。何してんねん。もう、終わろうか、これ。ちょっとサムネにしたいな、これ。ちょっと、なんかバグったの、動画の。はい、オッケー。ヒロシ。どうでしたか？あそこのエリア外のところに、ボットのみが行けるあのエリアのところに、最終的に無敵ゾーンが現れるっていう。まあ、バグなのか仕様なのかわかんないんですけど、もうプレイヤーは絶対に青逃げすることはできないよっていうね、小ネタみたいなのがありました。これね、いろんな人やったことあると思います。いろんな人もね、この場所にね、遭遇したみたいな人もいらっしゃると思うんですけど、こちらもね、面白かったので今回紹介させていただきました。次回も小ネタ発表するので見てください。バイバイ。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。